熟女に役立つ情報を毎回ゲストを迎えておしゃべりする熟女のための番組、熟女 YouTuber 村田優子の優子の部屋43回目。ここからはゲストコーナーになります。熟女の皆さんが元気になれるヒントを聞いていきたいと思います。今回のゲストは、カラーセラピストでグラスアートアーティストの堀木玲子さんです。こんばんは。よろしくお願いします。じゃあ先生の方から聞けばわかりますよね。カラーセラピスト、でちょっとわかんないのがグラスアートアーティストっていう部分だと思うんですけど、どんな感じのことをなさってるのか。カラーセラピストっていうのが色で心を癒す、でグラスアートのアーティストっていうのも結局色で癒す、で何の色かというとカラーフィルムを小物に貼ったり窓に貼ったりして、小物やインテリア雑貨や窓で癒しをっていうハンドメイド系の方のカラーセラピーがグラスアートアーティストって勝手に決めてます。素晴らしい。それって例えば自分の気になる色とかをその時の気分でこういうの作りたいですとか。そうです。そんな感じ。そんな感じ。あと自分の自分の色で作っておくとずっと自分の前からいつも見える、目で見える。そういうことか。あとお家だとこんな状況なのでっていうとそれにふさわしい色で窓を作っておくとすごい光の効果強いので。そうですよね。あ、それで。そういうのをやって、じゃあ基本はカラーセラピストの部分で、それをうまく生かされて、そのグラス目で見えるカラーセラピスト。はい。なんか沖縄タイムズさんの彩色金美さんの。あ、そうなんです。28日にタイムズの彩色金美さん。こちらではグラスアートの方が取り上げられてらっしゃるんですか。全体的にそうですね。グラスアートの方の記事を中心に書いてくださってます。読んでくださいね。はい、わかりました。出てるんで皆さん探してくださいね。はい、そんな形でね、先生の今日はお時間もあれなんで、私の気になるこのカラーセラピーの方のお話をいろいろお伺いしてしまうと思うんですが、去年もお世話になったんですけれど。先生が見てくれるカラーのバイオリズムっていうのがあるじゃないですか。でこれがすごいタイムリーなんですけど、2月4日でこの周期が変わるってお伺いしたんで。毎年2月4日、節分明けなんです。これ旧暦の節明けから新年がスタートっていう感じで、昔からそうですね。じゃあもうまさに明日から新年みたいな。そうです。ハッピーニューイヤーなちょうどリズムが入れ替わる時。じゃあこのリズムを分かっておくといいことがたくさん。1年間何をしようかとか、今月はじゃあ何しようかとか計画が立てやすい。じゃあそんな形でなんか見てね、いただいたっておっしゃってたんで、なかなかこれね面白いんでね、じっくりご紹介したいと思うので先にここで1曲。熟女に役立つ情報を毎回ゲストを迎えておしゃべりする熟女のための番組、熟女 YouTuber 村田優子の優子の部屋。43回目のゲストはカラーセラピストである堀木玲子先生です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもじゃあ前半の続きでこの気になるカラー、バイオリズムですね。優子さんのね。これってみんな一人一人持ってる色っていうのがあるんですか。年回りが違うので、それぞれ自分の年と月のテーマはみんな違います。同じような人もいますけどね、何人かに一人は。でも基本違う。じゃあちなみに今年の私、このブルーが1年間、2月の4日からまさしく1年分、1年間ブルーなんですね。なんでブルーって知性の色じゃないですか。なので足を使ったりするんじゃなくって、頭を使う。そうです。頭冴えてる年です。1年間。頭が冴えてる。冴えてるから吸収がいいので。あ、よかった。うん。ちょうど去年までで大きなこう盛り上がりが終わって収穫があるので、で次の10年のためのいろんな学習を。種をほら持ってる種を培養して違う種をまきたいじゃないですか。その培養の学習が今年。そういうことなんです。そう。じゃあ今まで植えてた種は一応収穫して今持ってる。もう実になって持ってるので、そのまま植えないで何かこう培養して。じゃあ今年は培養する年。そう。で次の10年のためにこう種を仕込む年。でこれが2月3月4月。2月がパープル、3月がブルーグリーンで4月がレッド。で2、3がちょっとレッドに比べて静かじゃないですか。でこの2月はブルーの年の2月なので、いわゆるなんだろうな、ミラクルも起こる。ちょっと気をつけなきゃいけないのはイライラしがち、すっごい敏感な月なんです。イライラしてます。そう、こう特に鋭敏なので、なので感覚が鋭いからいろんなものがあって気がつくし、それに従って動いて極力目の前で起こることは気にしないこと、こう見ないことにしよう。そうやっておおらかに1ヶ月過ごす。じゃあ2月はおとなしくしとこうみたいな。いやでもね、感覚はせっかく高いので、いろんなものがこう察知するとそれをやった方がいい。で3月はブルーグリーン。ここ地固めです。ここはおおらかに過ごせます。もうこうやりたいことを自由におおらかにのびのびとできるので、地固めのつもりでバランスを取るつもりで好きなことだけこうやっていったんです。じゃあ今はちょっとイライラに気をつけて。そう。敏感だからイライラするだけで、普段だとそんなにしないこともこうビッて引っかかる。鋭敏だから、それって違う答えが出てるはずなので、それもすごい収穫なのね、今月の。そうなのね。すごいわ。で、3月はのんびりとおおらかに自由に。これモテ好きです。あ、モテちゃうんだ。モテ好きです。そっか。で、4月。4月がレッドでしょ。これ足を使って走る年で、年が頭じゃないですか。足じゃなくて、だから本来年が知性の年なので、たまたまこの月はこの新しいものを収穫するために走ることが多くなる。4月ね。フットワーク軽いのでやっていいです。暖かくもなりますしね。そう。じゃ4月ね。2月はまあちょっと感覚を元に。なんか最近イライラするのも全部更年期のせいにしてるんじゃないかけど、お医者さんと一緒です。年聞いたら更年期みたいな。でもそうじゃなくて、こうやっぱりサイクルがあるから、まあそういう月なんだって思っておけばっていうことですよね。3月になったらいきなりのんびりしますから、おおらかに。そして4月になったら走るようになってしまう。そういうのが分かると予定が立ちますよね。じゃあこれを先生にじゃあ見てもらいたいって思ったら、先生のところに行けば見てもらえますか。詳しく30分と60分ぐらいで、ちゃんとしっかりの人は60分で、簡単な人は30分ぐらい。まあ1年の流れも重要なんですけど、この縦に並んでるこの3つの色っていうのは、これは変わらない優子さんの自分のマイカラーです。マイカラー。じゃあこれで性格とかが考え方と生き方と動き方、本当の私と表から見える私と、それからすごく大きなエネルギーの生き方がこの、まあ、じゃあこれ皆さん持ってらっしゃる。そう、みんなそれぞれ違って、この組み合わせですごいバリエーションありますよね。12タイプなので掛け算するとすごいですよね。ですよね。ちなみにこの緑がいっぱい並んでる私は何なんでしょうか。もうとにかく穏やかでみんなの中心で、和、平和となそういうことは、ね、そうです。平穏に過ごすこと、うん、幸せになるために教えてあげよう、うん、ぴったりちょっと言ってみました。ぴったりとでもね分かる気がします。へえ。じゃあ先生はこれをどうしてこれをやろうかなって。これね、うん、カラーセラピーって本来生まれながらに持ってるものではないじゃないですか。色の流れからなのね、うん、で今のなんか現在のストレスとか、これからこうしたいとかっていうのが色でわかるんだけど、うん、ちょうどこのバイオリズムやらもともと持ってるものがわかると、うん、さらにその人が自信が強くなる。はいはい、うん、私はこういうものが得意で、もともとで今月がこんなリズムだから、うん、今こうしたいって思ってるのは、うん、じゃあこうしたらいいよねって答えがすごい出やすくって、うん、そのための補足に使ってるんですね。そうかそうか、うんうん、またちょっとね普通の占いとかと違って自分がもともと持ってるものをベースに出てくることだから。だいたいこのバイオリズムでこの10サイクル、10年10ヶ月10日ごとに変わるんですけど、まあ年とか大きいじゃないですか。こうちょっと考えなければいけない時にだいたい来られるんですよ。そうでしょうね。さっきのゆうこさんのこのパープルの1年とかからインディゴブルーの時とか悩んで来られる方が多いので、レッドの時とか来る人いないわけです。みんな飛び回ってるから走り回ってて考えてる暇はないっていう。そういうことだよね。なんだかわかりやすいですね。だから来たのねってすごいわかるので、と本人もあだからって想定内で、なんでこんなに悩むんだろうって思わなくて済むじゃないですか。そうですね。そこがスタートになるからすごいカラーリーディング楽なのね。結構色って重要な意味を。そうなんですよね。持ってるんですね。心とちょうどなんか同じようなキーワードを持ってるので、色彩心理ほとんど心と連動するのね。面白い。面白いです。ちなみに先生ベースは何色？私オレンジ。オレンジ。オレンジさんがベースだとどうなっちゃうんですか？全然違うでしょ。穏やかでみんなの中心にいて、みんなの輪のと違ってお気楽楽天トラさんのように走り回る。私引っ越し30回なので30回も同じとこにいられないの。すごい。それって役割はみんなをこう回すことでしょ、ゆうこさんは。私は伝えることなので、じっとしてたら伝えられないので、伝道師みたいな。そうそうそう。あっち行って伝え、こっち行って伝え。せいですみたいな。へえ。こうやって人によって本当に違うんですね。違いますよ。はあ。面白い。はい。これをじゃあね、なかなかみんな興味津々でやりたいと思うんですけど、実はねさっき言ってた、私が主催するちっちゃな女子会があるんですけど、はい、2月に入ってからまだ日にち決めてないんですけど、先生の方にぜひいらしていただいて、去年も実は女子会の会員さんには皆さんのツリーの木の形で会員証を作らせていただいた。今年は会員制度やらないので、もうご希望の方はぜひ個別でっていう診断をお願いしても大丈夫ですか？大丈夫です。ちょうど2月ね、変わり目なので。そうですよね。まあ日程決まり次第 Facebook の方で上げていきます。または村田の方にメッセージをくだされば、詳しい情報を流していきます。1年間想定内で動けると楽ですよ。でしょうね。はい、お友達がね、去年これやってもらった人が紫だったんですよ。でなんか割と愚痴がプチュッて出てくるタイプだったんだけど、これ知ってから「私学びの年なんだよね」とか言って「しょうがないよね、今はこうだよね」とかって言い出したから。良かったんじゃない知ってみたいな。そうするとこう起こった出来事を受け入れやすく。そうなのそうなの。それがもう一番大きくて。ですよね。あがきますもんね。そう知らないで突然来るとだけど、来たら想定内であ来たかってできる。ああそこか。重要ですよね。はい重要です。まあじゃあベースの色だけ知ってってもいいと思うし、その年の。この年のバイオリズムでもいいし、自分こっちは自分が強くなる、こっちはこう行動の計画が立てらですもんね。ですよね。じゃあなんかせっかくなんかいろいろ見てきていただいて、はい、まだねお時間も余裕があるので、はい、うちのプロデューサーも見ていただいたそうなんです。はい、そうなんです、そうなんです。ついでに彼のベースを教えていただけますでしょうか。ベースはね、こうですね。あ、紫なんですか。紫ですね。紫で、レッドオレンジで、そしてインディゴが全然違うでしょ。全然違います。この違い。本当だ。ほとんど違います。喧嘩というよりも全く違う特技を持っていると考えた。そうそうそう。強みが違う。そうなんです。うまくお互いの強みを出せばすごいことに。そうですそうです。みんなが安心して周りに寄ってくるのは優子さんの方なので、この人は安心ですよね。なんか横にいてもいつもいてくれるし、お母さんタイプ。そう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 ですそうです。そういうこうハートを中心に優子さんは動くので、モチベーションがハートなんですね。でこちらプロデューサーの方はこの美意識がベースになります。あ、そうなんですか。美しく、美しく、そして社会の中で何かを動かすこと。当たってんじゃないですかね。よくわからないけど、その通りに。全然違います。そうですね。人と社会です。社会の中でいかに美しく光り輝くか、宝石のように光り輝くか、紫なんで超感覚型、感性もすごいので、目の前のことで日々今日よりも明日って動かれる方に対して、わっと大きな美しいものが出てくるので、それを形にしていこうとする。全然違います。技術肌っていうか、なんかこう何か作ったりとかした方が。ビジョンが大きいので作るとは限らないので、見た目綺麗なものを作る方が多いですね、たくさん。じゃあ芸術家に多いとか。芸術家にもこの紫は多いですね。でも社会で活躍する方は多いです。このレッドオレンジもインディゴも大物思考を持っているので、でもここが繊細なすごい美しい感覚が豊かな紫なので、これをベースにこの2つが動くので、やっぱり美意識と品位は欠かせない。そういうことなんですね。はい、こちらも笑顔とハートは欠かせない。じゃあもうそれだけなんで、私から笑顔がなくなってどうなるんですかね。本当みんながねびっくりしますよね。そういうことなんですね。心配になってきてね。本当人によって全然違うんですね。はい、違いますね。面白い。あ、これがまたじゃバイオリズムも当然変わってくると。当然違います。全然違います。こんな感じですね。年がマゼンタですね。マゼンタが年ってことはどういうことなんですか。10年の中の集大成の一番ピークです。じゃあ今年大収穫の年。あら、素晴らしい。長毛。明日から始まりますね。すごいですね。いい時にお話聞いて、いや楽しい。して2月が緑になるってことですか。2月3月がいろんなものが動き出す時ですね。じゃあもうワクワクじゃないですか。芽が出てどん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 もうほとんど収穫なので、木にはもう実がなってるので、それを収穫するだけなんですけど、この2ヶ月間は割とこう新しいものも生まれてくる。年内に収穫するんですけど。あ、そういうことか。じゃあもう急いで今日中に収穫しろみたいな感じですよね。ギリギリ2月4日からだったら。そういうことか。もうなんかスタート、もう今年から始めるものもあってもいいので、でも今年一緒に完結しますから、新しいものをどんどん動かして大丈夫。もうこうやって見ていくとすごい気になりますよね。これ60分じゃ終わんないんじゃないですかね。そうそう。まあ30分で簡潔にお話をするか、あともう一人お子さんのこととかやっぱり見てほしいじゃないですか。そういうのやってると60分の方。これちなみに家族の色とか知っとくと、家庭内が円満になるとかありますか？エネルギーの相関図とコミュニケーションの方向性っていうのがあって。これちょっと見ますか。そうですね。これなんかもそうですよね。この赤いのがサポート。サポートで、このグレーの方がセーブをする役割を持ってる人。セーブっていうと、例えば行き過ぎをちょっと抑えようねって言ってくれたり、それ違わないって言ってくれる人です。だから悪いと飛ぶ人もいるんですけど、反対に違う方法を教えてくれる人でもあるので、セーブの人っていうのはもうこの反対はないので。そうなんですね。力の一方向なんで。じゃあ私の場合は娘が私をセーブする人なんですけど、私は娘から教えてもらうことが結構あるっていうか。それですね。こうじゃないって。で返すのはこちらですね、息子さんに。これ違うよって言ったり、反対これサポートですよね。じゃあ旦那さんはサポートに回ってくる。サポートするんです。優子ちゃんが全面的にサポートです。じゃあ私笑顔でサポートし続ければいいんですかね。そうです。そういう役割なんて。これは今四角にしてますけど、人の中の真ん中にほとんど優子さんいつもいる人なので、真ん中にいるこのハートの人は真ん中です。そういうもんなんですね。いや面白い。コミュニケーションもまたあるんですけどね。コミュニケーションもじゃあ色でこう。そうですね。コミュニケーションこっちで出てくるので、これと緑、これお子さんと、あとはお二人レッドオレンジとオレンジさんでしたよね。お月さんブルーの人とオレンジの人、この4人の関係性を見ると。話が通る方向っていうのがあって、一緒です。分かれちゃうんですね。こう分かれますので、例えばこうすると、優子さんと息子さんからの話は、お嬢さんに行きやすい。お嬢さんの話は入りません。入らない。お嬢さんの話はこちらのレッドオレンジの方に入りやすい。はい、そうですね。で、こちらのレッドオレンジからはこう行きます。話が通じやすい。はい、そうです。じゃあ反対はありません。だからそういうことか。こっちもそうでしたよね。サポートでしたよね。サポートだし、話のルールもこうです。はい、わかりました。じゃあ私は笑顔で聞いとけばいいんですね。歯向かうだけ無駄ってことなんですね。聞いてもらえないんですね。わかりました。なんかすごい楽しい話聞いちゃったけどでもこういうね家族の構図も分かると本当役立ちますよね。こちらに言いたいことがあるときには、このお嬢さんを使ってください。娘を使って言えばいいんだ。こうです。はい。オッケー、わかりました。そうするとじゃあパパに言いたいことは伝わるよと。はい。こういうこれいいですね。もう主婦の方たちは絶対。覚えといて、もう息子が言うこと聞かないとか年頃だからとかよく言うけど、お母さんの話聞く耳持ってないって分かれば、そうか無駄な労力は使わずに、じゃあお父さん使って言わそうとかっていうことになるってことか。これ面白いですね。ぜひ堀木先生のところに皆さん行かれた方がいいと思います。では最後に先生の連絡先とどういうふうにしたら個人的に連絡取っていけるかの方法を教えていただけますか。はい。メールかお電話。そうですね。はい、そうですね。メールアドレスとか言っちゃっても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ぜひ。わかりますかね。HTTP のこれでいいんじゃないですかね。はい、ホームページ。はい、ホームページ。ホームページからも行かれます。はい、行きます。はい、お問い合わせってあります。はい。じゃあ先生読んでください。raycolors.net。RAY でカラーズ COLORS.net となります。もう一度繰り返していただけますでしょうか。raycolors.net RAYCOLORS.net はい。じゃあこちらのホームページを見ていただくと作品も見れるんですよね。はい、作品もあります。はい。ぜひラジオでは見れない分を皆さんご覧になってみてください。先生の作品素敵ですもんね。楽しいです。作られる方が楽しまれるですね。じゃあもう自分のカラーをして自分が癒される色のグラスアートを置いてみたいな、そうです。はい、楽しいお話ありがとうございました。はい、優子の部屋、今日のゲストはなんだっけ、カラーセラピストとグラスアートアーティストの堀木玲子先生でした。ありがとうございました。じゃあこの後番組最後まで。